その大切な一翼を担うのがたくましき金曜戦士たち、ビジネスマンである。これはそんな金曜戦士の中でも自らの失敗により会社を辞め、課長から転落してニートになったものの、助けた老婆が偶然にも超巨大企業の会長だったため、不死鳥のごとく蘇り社長の座を手に入れた。ビジネス妖怪の物語である。社長千葉耕作。これが社長の椅子にゃんか。めっちゃ座り心地いいよ。千葉耕作社長、私秘書のガッテンマイヤーと申します。よろしくお願いいたします。秘書がいるなんて社長すごいよ。なんなりとご命令を。ピザを届けに来たにゃよ。ああ、やっと来たにゃんか。オーマイガーにゃん、本当に社長になってるにゃん。びっくりしたにゃん。でも来るのが遅かったにゃんね。にゃあ、この会社の前の道路めちゃくちゃ混んでたにゃう。あそこはいつも混むにゃん。ピザ専用道路とかあれば便利にゃんね。おお、ナイスアイデアにゃん。助かりました。ピザ専用道路です。オーマイガーだ。この人本当に何でもやるにゃ。チョコボないにゃんね。買いに行くの面倒にゃん。ではチョコボ工場を買収しましょう。チョコボ工場は絶対に売らん。あの工場は私の命だ。ですにゃんよね。これでいかがでしょうか。いくら積まれても断る。ではこちらでは。うわぁ、お子さん生まれたばかりだそうですね。奥さんもお綺麗で、